まあ、こうやって徳島も初めての J1 のプレイヤーも多いですからね。そうですね。ロングスロー藤田が入れる、ヘディング、振動、今日100試合出場の振動がメモリアルの試合でゴールを決めました。1対1の同点。このロングスロー、そうですね、うまくこう駆け引きの中で、まあ、振動が、まあ、相手の前に入って、まあ、コースを変えて、相手もニアですかね、まあ、しっかりと枠に飛ばすような、まあ、技術の高いヘディングだったと思いますけども、まあ、チエゴの前でこうボールを当てたことでゴールマウスに行きましたね。まあ、ニアで豊川も、ね、飛んでますから、はい、そうなんですよね、まあ、そこで